皆さんこんにちは、音叉のくまこです。とりあえず今日は音叉のくまこでやってみよう。とりあえずなんか仕事柄話すのが割と好きになったみたいで、とりあえずちょっと今日やっとスタジオを探しに行ったらというか、スタジオを予約しようと思ったらすごい馴染みのスタジオは閉業していたので、勘でここに来てみた、ここに借りてきたっていう感じで、ちょっと今これは私はちょっとど素人なので、このマイクの音量がよく分かってないという感じです。まあこんな感じでちょっと慣れるまで、ピアノに、今日は初見のピアノなので、この場所の存在自体はしてたんだけれど、ここにピアノが置いてあるのかはあんまり分かってなかったけど、あったので、でラッキーなことにヤマハだったからラッキー。そしてヤマハの、あでも初めて見る赤いフェルトが貼ってあるヤマハっていうのは私は初めて見るなーって感じで、なんか緑のフェルトとか赤紫のフェルトとかヤマハって多分私の想像だけど製造年月日ごとに分かれてるみたいで、まあちょっと話すのは楽しいねっていうことで一回